今ちょっとあの各拠点あのマイクがオフになることをご確認いただいて、講義を、始めていきたいと思います。また今日、計算科学技術特論 A、定刻になりますので始めていきたいと思います。また今日も、神戸大学の、山本先生に、講義をしていただきます。行列計算における、高速アルゴリズム大規模固有値問題の数値解放ということで、お願いしたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。神戸大学の山本です。先週に引き続き行列計算における高速アルゴリズムというタイトルでお話しさせていただきます。で先週は大規模連立一次方程式の反復解放についてお話ししたんですが、今回は大規模固有値問題の解放ということでお話をしたいと思います。で目次ですけども、まず固有値問題の基礎ということで、まあ、知ってらっしゃる方が多いと思いますけども、固有値問題の分類とか、それから固有値固有ベクトルの基本的な性質、それからどういう枠組みで固有値計算をするかという話をしたいと思います。でそれからこれもまあご存知の方多いと思いますけども、べき乗法っていう、まあ、一番基本的な固有値計算法がありますので、まあ、そのアルゴリズムとべき乗法から、まあ、発展して、まあ、どんなアルゴリズムができるかといった話をしたいと思います。その3番目が非対称行列の固有値計算の話でして、アーノイディ法っていうものが大規模な固有値計算では一番標準的な方法なんですけども、そのアルゴリズム、それからリスタートってことをやるんですけども、そのリスタートを行う理由とその問題点、それからアーノイディ法の改良版として現在一番よく使われているインプリシットリスタートアーノイディ法の原理について紹介します。それから最後に対象行列のためのランチョス法について紹介して終わりにしたいと思います。まず固有値問題の分類ですけども、連立一次方程式の場合と同じに行列の性質をよく見て、それに応じて解放を選ぶということが重要です。注目すべき性質としては行列の対称性、あるいは複素だったらエルミートかどうか、で、あと行列の、固有値問題のタイプとして、いくつかありまして、一番標準的な AX イコールラムダ X っていう標準固有値問題、それから一般固有値問題といったものがあります。その他に二次固有値問題って言いまして、ラムダ2乗の項が出てくる問題というものもありまして、でこれをさらに一般化して、ラムダに対して指数関数的な項が入ってきたり、平方根の項が入ってきたりする非線形固有値問題といったものもあります。で今回の講義ではこの最後の2つは使わないで、標準固有値問題の話を中心にして、一般固有値問題の話も少し入れるということにしたいと思います。で、注目すべきもう一つの点は行列の組成でして、密行列っていう、ほとんどの要素が非ゼロの行列か、それとも素行列といって非ゼロの要素がまばらにしかない行列かによって、随分解放が違います。で今回は主に素行列の大規模素行列についてお話しします。で、その際、素行列の中でも特別なものがありまして、実対称だったら三重対角行列という対角線の上下にさらに一本線が並んでいるような行列で、複素だったらヘッセンベルグ行列っていって、先週アーノイディ加点とこうでちょっと出てきましたけれども、こういう上三角行列に、一本線が加わったような行列、そういったものが特別なタイプの行列です。で、こういった2つの行列は特に固有値固有ベクトルを効率的に計算できるんで、固有値計算ではこういう形も活用するということになります。それから4番目の注目すべきポイントとして、求めたい固有値固有ベクトルの数が全固有値固有ベクトルを求めたいのか、それとも一部の固有値固有ベクトルを求めたいのかで、解放がいろいろと違います。で今回は一部の固有値固有ベクトルを求めたい場合の解放についてお話しします。で、次にその実対称行列の固有値問題の、一般的な話ですけども、言うまでもないですけども、固有値が実数である、それから、固有ベクトルは正規直行形をなすように取れる、つまり直行行列によって対角可能ということがよく知られていると思います。複素エルミート行列の固有値問題も同じ性質を持ちます。
で、一方、非対称行列の固有値問題は、固有値は一般に複素数ですけども、まあ、実行列の場合は複素固有値は強弱のペアで現れるというふうな性質があります。まあ、固有ベクトルに関しては直交性はまあ一般にないですけども、N 本の一時独立な固有ベクトルが取れるならば対角化可能というのがあって、固有ベクトルを並べた行列 X によって X インバース AX がまあ対角行列になるということが知られています。で、まあ、対角化可能の十分条件として、固有値が全て異なるならば対角化可能ということが簡単に分かります。で、縮従固有値を持つ場合は対角化可能な場合もあるけれども、まあ、対角化不可能な場合もあるということが挙げられます。で、これをちょっと今日はあんまり使わないんですけども、A の点値の固有値固有ベクトルに関しては点値しても同じ固有値を持つと。で、一方でその A の点値の固有ベクトルっていうのを考えると、それは元の A に左側からかけると固有ベクトルになっているということで、これは Y のことを左固有ベクトルということもあります。で、前のページで、固有値が縮従している場合は非対称行列は対角化不可能な場合もあるって言ったんですけども、その場合でも三角化っていうのは可能でして、ユニタリ変換を左右から作用させることで上三角行列にするということは常に可能です。こういうのを周和標準形というふうに言います。で、上三角行列ってことは T の対角要素は A の固有値になりますので、まあ、非対称行列で対角化不可能な場合でもあっても、こういうやり方で、固有値を計算することはできるということになります。で、まあ、これは後でちょっと使うんですけども、まあ、固有値の計算の主なやり方として、相似変換というのがあります。まあ、ご存知のように正則行列 Z を用いて A を Z インバース AZ というふうに相似変換を行ったとすると、固有値は変わらなくて、固有ベクトルは、こんな青い四角のこのように変換されるということがよく知られていると思います。まあ、これを使って、まあ、固有値を計算するというのを 後ほどご説明したいと思います。で、まあ、実際にはこの性質を使って A をまず固有値計算に適した中間形に相似変換してから固有値固有ベクトルを求めるということになりまして、その中間形としてさっき示した三重対角行列ヘッセンベルグ行列を使うということになります。で、これは先ほど示した一般固有値問題の解法ですけども、まあ、AX イコールラムダ BX という固有値問題を解くには、まあ、これを普通の標準固有値問題に帰着させるのが普通です。で、まあ、この帰着のさせ方はいろいろあるんですけども、まず A が対象で B が対象で正定値で条件数がいい場合なんかは B をコレスキー分解して、それから L と L トランスポーズを左右から逆をかけることによって、こういう標準固有値問題に帰着させるというのがよく使えるやり方です。で、こうやってこの行列に対する固有値問題を解くと、元の問題の固有値はラムダで、固有ベクトルはこういうふうに A で変換したものになります。で、まあ、逆にその B が、両条件で、ただ A が、逆にじゃないですね、A が非対称でB が両条件の場合には、こういうふうに B インバースをかけて、標準固有値問題に帰着させるってことも、まあ、非対称行列の場合にはよく行われます。で、問題はその B が条件が悪いとか、あるいは特異な場合、そういう場合にはこういう B の逆行列とかコレスキー分解ができないので、こういうコレスキー分解や逆行列を用的に求めないで、それと等価な操作を因的に行う解法というのがあります。こ
それはQZ法とかいうのがあるんですけども、まあ、今回はちょっと名前だけで、中身についてはちょっとご紹介はできないんですけども、まあ、そういった方法があります。でそれからちょっとここでは基礎的な事項の羅列ばかりで申し訳ないんですけども、まあ、固有地の特徴付けっていうのがあります。まあ、自治対象行列の場合に、固有地 N 個あってラムダ1が一番大きくてラムダ N が一番小さいっていうふうにしますと、最大固有地ラムダ1っていうのはこういう量の、最大値というふうに特徴付けられます。つまりその長さ1のベクトルについて XTX ってものを作って、それが最大になるように X を決めた時の値、それが固有値になる。まあ、こういった量を A に関するレイリー証というふうに言います。まあ、これは簡単にこの性質は証明できます。それから最小固有値っていうのは同様にして、この量を最小にするような値、それが最小固有値になるってことも簡単に示します。であとでランチョス法を説明しますけれども、ランチョス法はこういう原理に基づいて固有値を計算しているっていうふうにも見なせます。でこれよりも少し難しい特徴付けになるんですけれども、途中の固有値に関してもこういう最大最小ということによって特徴付けることができまして、例えば R 番目に大きい固有値ラムダ R っていうのはこういうふうに特徴付けられます。ある部分空間 S を固定して、まあ、その中でこのレイリー証を最小化するような値を求めると。でこれはまあ部分空間 S の関数ですけども、それをその R 次元の部分空間すべてにわたって最大値を取ると、それがちょうど、R 番目に大きい固有値になっているというふうな特徴付けがあります。で、こういった特徴付けを使うと、まあ、いろんな固有値に関する定理が証明できて、まあ、ランチョス法もまあこれに基づいて、計算しているというふうに見なすこともできます。で、基礎の部分の最後としまして、固有値の接動っていうことについて、説明したいと思います。で、一般にその行列が与えられたときに、それは何らかの誤差っていうのを持っているわけで、それは丸め誤差であったり、あるいはその離散化誤差であったりするわけですが、で、そういうふうにその何らかの誤差が入ったときに固有値がどのくらい変わるかっていうのが、まあ、よく問題になります。でまあ、これがデータ A が小さいときに固有値の誤差が大きく増幅されてしまうと、まあ、安定でないということで、まあ、あんまり計算結果に信頼が置けないということになるわけです。ですので、まあ、データ A の誤差が入ったときの固有値の変化、データラムダを評価するということが重要になります。で、まあ、一般の非対称行列の場合にはラムダの右固有ベクトルを X といって、左固有ベクトルを y とすると、デルタラムダについて、まあ、こんなふうな評価が成り立ちます。まあ、分子はこのデルタ a に比例する量ですけども、まあ、分母はこの y と x の内積に比例する量となっています。で、非対称行列の場合にはこの左固有ベクトルと右固有ベクトルっていうのは一般に違うものなので、これっていうのは任意に小さい角度を取ることができるわけですけども、その x と y が直交に近ければ近いほど分母が小さくなって、つまりそのデータ a が小さくても固有値の誤差は大きくなりうるということで、膜条件の固有値というふうに呼ばれます。ですのでこういった場合に関してはその計算した固有値がどのくらいの信頼度があるかは十分注意しなきゃいけないということになります。で一方で実対称行列の場合には X と Y が同じものになります。もともと転置しても同じなので、左固有ベクトルと右固有ベクトルは同じものなので、
規格化すると、ここを1にすることができて、この固有値の接動っていうものは、行列の接動とほぼ同じ程度であるといったことが言えます。ですので、右辺が小さければ左辺も小さいことが保証されて、固有値は常に両条件であるということが言えます。以上、ちょっと駆け足で、固有値問題の基礎というのをお話ししました。でここから数値解法に入りたいと思いますけれども、まず実対称行列に関して、固有値計算の枠組みっていうのをご説明したいと思います。で、先ほど行列が密行列かそれとも素行列かで解法が違うって話をしましたけれども、多くの解法っていうのは密行列なり素行列なりをその中間系の三重対角行列に変換して、その三重対角行列の固有値コイベクトルを求めて元の行列の固有値コイベクトルに逆変換するといったスタイルを取ります。で密行列の場合にはこの A っていう行列をハウスホルダー法という方法によって同じ大きさの三重対角行列に変換して、これは正確な直行変換になっています。でこれの固有値コイベクトルを求めたらそれを逆変換して元の行列の固有値コイベクトルを求める、そういうことになります。で一方大規模な行列の場合にはこれを直接にその同じ大きさの三重対角行列に変換するのは難しいので、これをなるべくよく近似するような小さい三重対角行列を求めるということをします。それがランチョス法です。ですのでこの行列っていうのは元の行列の固有値固有ベクトルの一部しか近似できないわけですけれども、ランチョス法では元の行列の最大固有値最小固有値の周辺がよく近似されますので、そういったものが求めたい場合はこういう方法を使うということになります。こうなってからは同じです。であとこういう三重対角化を経由せずに固有値固有ベクトルを求める方法っていうのもありまして、べき乗法とか横尾法というのはもう直接に固有値固有ベクトルを求める。でべき乗法はこの素行列に対しても適用できて、同じように求めるということになります。で今回はこの素行列が対象ですので、このべき乗法とそれからランチョス法について説明します。で非対称の場合にもほぼ同じような枠組みになっていまして、この場合には三重対角行列にはうまくできないので、ヘッセンベルグ行列っていう、上三角の行列に上三角プラス一本の行列にします。でやっぱりその密行列の場合には同じ大きさのヘッセンベルグ行列を作って、でこれを一般にその縮重固有値があると対角化はできない可能性があるので、さっきのご説明した定理のように上三角化っていうのをやります。でこれは QR 法っていう解法を使うんですけども、そうしますとちょうど対角要素が固有値になるので、固有値が求まって、それから固有ベクトルも簡単に求められるということになります。一方素行列の場合には大きい行列を小さいヘッセンベルグ行列に変換するということをやります。それがアーノイリー法です。この場合にもその固有値の一部が近似されるんですけども、アーノイリー法でもランチョス法と同じように、複素平面上に散らばっている元の行列の固有値のなるべく外側に近いものがよく近似されるようなアルゴリズムになっています。で、この場合にもそのべき乗法っていうのは対象の場合と同じように使えます。それではこのまずべき乗法っていうものについて説明したいと思います。でこれは非常に簡単なアルゴリズムでして、任意の初期ベクトルから出発して行列 A をそのベクトルに繰り返しかけていくという方法です。そうしますと
絶対値最大の固有値に対応する固有ベクトル成分がどんどん優越してきて、反復ベクトルがその固有ベクトルに近づくということになります。実際にはどんどんかけていくとベクトルのノルマが大きくなっていってしまうので、オーバーフローを避けるために毎回こういう正規化を行ってまた A をかけるということをやります。で、この収束証明は単に、固有ベクトルで展開してやればいいだけで、絶対値最大の固有値が1個だけあったとすると、簡単に展開して A の形状をかけるって操作の結果を見てやると、このラムダ1分のラムダ i の形状っていうのが i が1の場合以外は0に収束するので、この v1 だけが残るということになります。で、べき情報っていうのはアルゴリズムが非常に単純で、必要な演算は行列とベクトルの掛け算と、それからベクトルの規格化のみということがメリットです。それから行列は行列ベクトル積の形で使うだけで変形はしないので、記憶領域はもともとの A の非ゼロ要素だけを持っていればいいということで、大規模素行列の場合に有利なアルゴリズムです。で、ただ適用範囲として今のまんまだと絶対値最大の固有値に対応する固有ベクトルしか求められないというのは明らかです。ですので、1個しか求められないと。それから収束性に関しても、ラムダ1分のラムダ i っていうのによって、この他の固有ベクトル成分が0になるスピードが決まりますので、例えばラムダ1とラムダ2が近い場合ですね、これがこの比が1に近いと、なかなかその2番目の固有ベクトル成分が消えてくれないで収束が遅くなる、そういった問題点があります。ですので、このべき情報はそのままの形ではあんまり使われなくて、いろいろ改良されて使われます。で、まずべき情報そのままだと絶対値最大の固有ベクトルしか固有値固有ベクトルしか求まらないんですけども、 A の代わりに適当な S に対して A-SI のインバースというふうな行列を考えて、これに対してべき情報を適用するというのがあります。それが逆反復法と呼ばれる方法です。そうすると、この行列の固有値っていうのは、S に一番近い固有値が S に一番近い A の固有値がこの行列の最も大きな固有値になります。ですので、S をうまく選ぶことによって、それに近い固有値固有ベクトルを求めることができるということで、これは中間固有値問題なんかで、よく使われます。それから2番目が今日中心的にお話しするランチャソワーノーリー法ですけども、べき情報ではその X1、X2、X3 っていうふうに、だんだん反復のベクトルを、更新していくわけですけども、固有値固有ベクトルを計算するのに、最後の XK しか使わないというのがべき情報です。で、そうしますと X0、X1っていうこの全体の集合が持っている情報をフルに利用していることにはならないわけです。で、ランチョス法とかアヌーリ法の考えはこの集合全体が持っている情報っていうのを最大限活用して固有ベクトルを計算してやろうっていうものです。それによって、収束性が向上します。それからこの1本の固有ベクトル1本のベクトルだけから固有ベクトルを計算しようとすると、1個の固有ベクトルしか求まらないわけですけども、こういう複数本から計算することによって、絶対値最大以外の固有値に対する固有ベクトル、例えば2番目の固有ベクトルに関する情報っていうのも計算できます。これがべき情報のもう一つの発展方向です。3番目としまして、べき情報っていうのは1本の初期ベクトルに対して行ったんですけども、
複数の初期ベクトル、もちろん線形独立なものを取ってきて複数のベクトルに対して同時にべき情報を行うということもできます。ただその場合複数のものに対して独立にやってしまうと、両方とも最大固有値に属する固有ベクトルに収束してしまうので、2本目は1本目に対して直行化を行うというふうなことをやります。そうしますと2本目は別の方向に収束します。で実は N 本の初期ベクトルを用いれば、全部の固有値固有ベクトルをこの方法で計算することもできます。それが直行化付き同時反復法と呼ばれる解法でして、実はこれが QR 法という有名な方法と等価なものになります。こんなふうにして、べき情報そのものはあまり使えないんですけども、べき情報っていうのはいろんな固有値解法の基礎になっているわけです。で以下ではこの RNUD 法をまず最初に説明して、それからその改良と、それから対象向けのランチョス法という順番で説明していきたいと思います。で、RNUD 法は最初にご説明しましたように、大規模の非対称行列向け、非対称素行列向けの解法です。で基本的な考え方は X0、X1、XK っていう、べき情報で出てくるベクトル全部の情報を利用して固有ベクトルを計算すると。で、全部の情報を利用して固有ベクトルを計算するってことは、これらの線形結合を使って、うまくいいベクトルを作るということなんですけども、その際、これは K が大きくなればなるほど、最大固有値に対する固有ベクトルに収束してきてしまいますので、線形独立性が悪いわけです。ですので、これそのものじゃなくて、それらを正規直行化したベクトル Q0、Q1、Q2、Qk っていうものを使って、計算を行うということになります。で実はこのべき情報で出てくるベクトルっていうのはクイロフ分空間のベクトルそのものなんで、実はクイロフ分空間の正規直行規定を使ってこういうベクトルを計算するということになります。ということで実は先週連立一因方程式の解法でやったように、この RNUD 過程というものを使ってクイロフ部分空間の正規直行規定を生成 していって、それを使ってこういうベクトルの近似を求めるのが RNUD 法です。でこのクイロフ部分空間の中でどうやってこういうベクトルの近似値を1個定めるかといいますと、それはリッツ・ガラキン法を使います。リッツ・ガラキン法っていうのは前回もお話しましたように、残差がクイロフ部分空間に直行するように取るというふうな方法です。でで今X とラムダが決まったとすると、固有値問題は AX-λX=0 ですから、AX-λX っていうのを残差とみなすと、残差 R というふうに置く。でこれがクイロフ部分空間に直行するように、X とラムダを決めるというのがリッツ・ガラキン法ということになります。ですので考え方は先週のクイロフ分空間法の場合と同じです。で、アルゴリズムは2つの部分からなっていて、まずクイロフ分空間の正規直行規定を生成するということで、これは先週ご説明したRNUD過程そのものです。つまり第1のベクトルを X0 を直行化することに、正規化することによって求めて、その後は今も止まっている正規直行規定の一番最後のものに A をかけて新たなベクトルを生成して、それを今まで求めた Q1 から QK までの規定ベクトルに対して直行化すると。
で最後にそのベクトルを正規化して新しい規定ベクトル QK プラス1を作るというふうなループを、まあ、繰り返すことによって、クリロフ部分空間を生成しながらその正規直行規定を作るというのが、まあ、アーノーリー過程です。でこれも先週の復習なんですけども、まあ、アーノーリー過程では、この AQK っていうものをすみません AQK っていうものを Q1 から Q2 から QK までに対して直行化することで QK プラス1を求めるわけなんで QK プラス1っていうのはこの AQK と Q1 から QK までの線形結合です。ですので移行してやると、AQI っていうのが、まあ、Q1 から QI プラス1までの線形結合です。でこの H っていうのはグラム・シュミットの直行化で求めた内積の係数です。でこういう式が Q1、Q2 それから QK までに対して成り立っているのでそれをまとめて書いてやります。でそのために Q を並べた行列を QK というふうに書いてこの係数を並べた行列を HK チルダーというふうにして書いてやると AQK イコール QK プラス1の HK チルダーというふうになります。この HK チルダーというのは横が K で縦が K プラス1の行列です。これがアーノーリー過程を行列によって表現したもので、A の K 字のアーノーリー分解というふうに言います。で今のこの式に左から QK のトランスポーズをかけると、先週やったようにこの QK のトランスポーズの AQK イコール HK というふうな式も出てきます。でこれは HK っていうのは HK チルダの一番最後の行を取ってしまった行列で、まあ、ヘッセルベルグ行列の形になっています。でここまではリンツ1方程式の解法で出てきたアーノーリー分解とかと共通です。でここからが固有値計算特有の話なんですけども、この今クリロフ分空間の中で近似固有ベクトルを求めたいというふうにしてますので、この規定の線形結合によって Q×Y というふうに置きます。で Y っていうのがまあ線形結合の係数のベクトルです。でこういうふうに X を近似したとして、まだ固有値の近似値は分からないんですけどもそれをとりあえずラムダというふうに置きます。そうするとこの近似の残差は AX- ラムダ X でこの残差がクリロフ分空間に直行するように X とラムダを決めるので、その条件というのは規定ベクトルを左からかけてやってゼロになるというようなことです。でこれがゼロってことなんですけども、ここで X っていうのは QI なので、QK トランスポーズの A の QKY になってそれからここも同じように QKY で書き直してやると。でそうすると、ここの QK トランスポーズ AQAQK っていうのは前のページでやったようにヘッセンベルグ行列になる。でこっちの後半の方はこれが正規直行形をなしているので、まあ、単位行列になってラムダ Y になります。それが0というふうな式になります。ということはその率がラッキン条件を満たすには HKY- ラムダ Y イコール0というふうにすればよいと。ということで、これは実は小さな k×k の固有値問題になっています。しかもその係数行列はヘッセンベルグ行列の形になっている
ですので、この R&D 法では元の大きな行列に対する固有値問題が、刑事のクリドフ分布間を使うことによって K×K のヘッセンベルグ行列に対する小さい固有値問題に帰着できるということになります。これが先ほど図で示したロス行列からヘッセンベルグ行列への変換ということになります。これを解いて Y を求めてやったらラムダはここで分かるようにもともとの固有値問題の固有値の近似値になっていると。それからここで Y を求めたらそれを Q にかけて QI っていうのが固有ベクトルの近似値になっているということになります。で、この青の四角で囲まれた固有値問題の解っていうのは、K 組に存在します。ですので K 組のラムダと Y が求まるんで、それぞれから元の固有値問題の近似解が求まるんで、K 字のクリドフ分空間を使うと K 個の固有値固有ベクトルの近似値が求まるということになります。で、以上をまとめますと、アルゴリズムとして、まずR-OD 仮定を使って、正規直行規定 QK と、それからヘッセンベルグ行列 HK を生成していくと。それからこの生成される行列の固有値問題を解くと。これは小規模固有値問題なんで、0パック、例えば QR4 などで解くことができます。それから、この、近似固有値としてラムダを採用して、近似固有ベクトルとして x イコール qy を採用するということになります。で、この方法では経験的に元の行列の固有値固有ベクトルのうち、スペクトラム の外側のものがよく近似されるということが分かっています。ですので、もし内側の固有値を近似したい場合には、さっきの逆反復法の考えを取り入れて、A の代わりに A-SI というふうな行列に対して、R-OD法を適用すると、スペクトルがちょうど反転するような形になって、S に近いものが外側の固有値になりますので、そういったものがよく近似できるという解法になります。で、以上の R-OD法においては演算量はこんなふうになります。まず R-OD 仮定では K ステップやるとすると、1ステップで内積を K 回やりますから、1個の内積にオーダー N かかるんで KN×K で、KN を1から K まで和を取るということで、オーダー K2 乗 Nということになります。つまりその K を増やしていくと、1ステップあたりの演算量がどんどん増えていく、つまり直行化すべきベクトルが毎ステップ増えていくので、後になればなるほど演算量が増えていくというふうな特徴があります。それから K×K の行列の固有値問題を解くのに、だいたい計算上の演算量がかかるんですけども、普通はK っていうのは L に比べてはるかに小さく取りますので、ここはあんまり問題にならないことが多いです。それからこの近似固有ベクトルの計算、ここの部分ではオーダー KN、 1本あたりオーダー KN の演算量がかかるので、それかける必要な固有ベクトル本数だけの演算量がかかるということになります。この3つが主なんですけども、R-OD法は通常 K が N より非常に小さい値として使うんで、例えばその N が100万元の固有値問題を解きたい場合でも、K は高々1000ぐらいで使いますので、 R-OD 仮定のこの K2 乗 N の部分が演算量のほとんどを占めるということになります。
で、アヌーリ法では、固有地固有ベクトルをよく禁じしようとすると、K を増やすことになりますけども、すみません、これちょっと間違いで、K2 乗 N ではなくて KN ですね。K を増やすたびに、演算量と記憶領域が増大していくっていうのが、一番の問題点です。これは先週説明したGMS 法とも共通する問題点ですけども、1ステップごとに徐行化対象のベクトルが増えるので、こんなふうに演算量も記憶領域も増えていってしまうということになります。そのためにその GMS 法と同じようにリスタートというのを行うことにします。なります。リスタートっていうのは、反復回数に上限値を設定して、上限値まで反復しても収束しなければ、その上限値の時の休憩を Q1 として、再び最初からアヌーリ法を実行するというものです。で、こうやってアヌーリ法を使うことが多かったんですけども、実はこれはかなり無駄があって、本当だったらその杭を踏む分空間全体に情報が入ってるんですけども、このやり方だと正規直行規定の最後のベクトルだけを保存して、その他に蓄えた情報を全て捨ててしまうということになってしまいます。その結果、収束が遅くなるということが起こります。そこで考えられた改良っていうのが、インプリシット・リスタート・アーヌーリ法と呼ばれるものです。これが現在ではアーヌーリ法の一番標準的な解法になっていまして、この AR パックっていう、後ほど出てきますけれども、そういうライブラリにも搭載されて広く使われています。で、基本的なアイディアはリスタートをするんだけども、1本だけ取っとくんじゃなくて、任意の L 本のベクトルを取っておけるようにしようというものです。で、L 本って言っても、その Q1 から Qk までの間の L 個を取っておくんではなくて、 Q1 から Qk までのベクトルの線形結合をうまく作って、そういう線形結合したやつを L 本うまく作って、それらを取っておく。つまり Q1 プラス Q2 プラス QL プラスっていうベクトルを作って、それらを取っておいて、これらを初期値としてアーヌーリ過程を再スタートできるようにしようっていうのが基本的なアイデアです。で、このベクトルは、やっぱりその正規直行形なしでないといけないので、この K 本の正規直行形の線形結合として、別の L 本の正規直行形を選ぶということなんで、これは直行行列を、列直行行列を使って、こんなふうに書くことができます。で、 U っていうのは縦の長さが K で、横が L の縦長の行列で、列が全部直行するようなものです。で、こういうものを使って右側かけてやると、その結果はやっぱり、直行する正規直行ベクトルになると。しかも、これプラスがついたベクトルっていうのは、元のベクトルの線形結合になっているということです。で、こうしますと、リスタートを行っても、1本分、あ、L 本分のベクトルの情報が保存されるということで、収束性の向上が期待できます。で、さらに、リスタートを行っていることから、K をある上限で上限固定することができますので、演算量、記憶領域が無制限に増えていくことはないということになります。で、この方法での課題としては、線形結合として選ぶって言っても、どんな線形結合を作ればいいのか、どんな線形結合を作れば収束の向上に効果があるかということ、それから Q をこんなふうに変形して Q プラスっていうものを作って、それで本当にそのアーヌーリ法をリスタートできるのかということです。で、実際そのアーヌーリ法がうまくいっているのは、各ステップでこういうアーヌーリ分解
AQ イコール QH っていうアーノルディ分解の形が各ステップで成り立っているからなんですけども、勝手な列直交行列を取ってきて、こういう Q1 プラスか QL プラスっていうものを作ってしまうと、一般にはここの H っていうのがヘッセンベルグ行列ではなくなってしまいます。そうするといろいろ不都合なことが起こるわけです。ですので、こういった課題を満たすような U の作り方というのが、このインプシットリスタートアーノルディ法の一番のポイントになります。で、実はそれが非常にうまい方法がありまして、今第K ステップまで進んで、ここでリスタートをかけたいというふうにします。そうしますと、そのステップではこういうアーノルディ分解ができています。今H チルドの代わりに HK と書いて、でこの一番最後の行に相当する部分を別の項として書いてますけども、こういう AQK イコール QKHK プラスとこの QK プラス1に相当する部分ですね。これがアーノルディ分解の形です。ですので、この形を保ったまんま、つまりこの形を保ったままというのは、ここがヘッセンベルグ行列になって、かつここが EK っていう、K 番目だけに1が入ったベクトルになるように、新しい Q プラスってベクトル群を選びたいということです。で、そこで今 QR 法っていうものをちょっと導入するんですけども、 QR 法っていうのはヘッセンベルグ行列の固有値を計算する方法なんですけども、シフト付きの QR 法っていうものがありまして、シフトってスカラーの量なんですけども、そういう量をパラメーターとして含む QR 法っていうものがあります。で、実はこの QR 法っていうものを、ごめんなさい。この QR 法っていうものは直交変換の繰り返しなんですけども、実はヘッセンベルグ行列をヘッセンベルグ行列に変換する、そういう性質があります。ですので、この U っていうのを QR 法を K-L 回実行すると、あるユニ単位行列が得られるんですけども、そのユニ単位行列を使って QK を変換してやると、これはユニ単位行列なんで、直交行列なんで直交行列に保たれるんですけども、H の方は同じようにこんなふうに両側から変換されまして、実はこれがまたヘッセンベル行列になるっていうのが QR 法で作られる直交行列の特徴です。ですので、この方法で両辺の、この方法で新しいこういう式が得られまして、この方法で両辺の第1列目までを取って残りを捨ててしまうと、こんなふうになるんですけども、実はここの HL プラスっていうのが再びヘッセンベル行列になることが保証されてますので、これで新しい L ステップアーノルディ分解が得られるということになります。ですので、再度ここからアーノルディ法をスタートできるということになります。で、今のやつをちょっと図で書くとこうなるんですけども、もともとこの QK っていうものがあって、で QR 法を使って何らかの U っていう二体行列が直行行列ができるんですけども、それを右からかけたものです。で、これは直行になって、でここにまた右からかけて、それから H は
左右両方からかけるんですけども、そうするとここがまたヘッセン病行列になるというのがポイントです。でこっちの E の部分はユニタリ行列がかかるんで、こういうふうな行列になってしまうんですけども、まあ、今最初からエルフォンだけを取ると実はこんなふうに最後の列だけが残って、ちょうどアーノーディ分解の形が復元できるということになります。でこれがインプリシットリスタートアーノーディ法と呼ばれる方法です。で、まあ、ちょっと QR 法の説明をせずに、したので、まあ、ちょっと分かりにくいところがあるかもしれないんですけども、この方法ではQR 法に含まれるシフトっていうパラメーターをどう選ぶかっていうのが自由度になります。でこの QR 法におけるシフトを μ1 μ2 μk-l っていうふうにしてやりますと、ちょっと式変形を行うことで、インプリシットリスタートを行うっていうことは初期ベクトルを Q1 だったものを a-μ1iA-μ2i、A-μkli の Q1 というふうなベクトルに置き換えたことと等価になるということが分かっています。ということで、これに基づいて、その、どうやって μ1、μ2、μk-l を選ぶかといいますと、実はもともとの Q1 の中にはいろんな成分のベクトルが入っていたわけですけども、まあ、その中で、欲しい固有値と特にいらない固有値の成分というものがあるわけです。でもしこの μ1 とか μ2 をいらない固有値の成分に選んでやりますと、これがちょうどそういう固有ベクトルの成分を消去するような行列になっています。ですのでこの μ1、μ2、μk-l の選び方としては自分にとって不要な固有値っていうのを決めて、そこをうまく消去できるように、まあ、そういう成分を消去できるように、まあ、それに近い値に μ1、μ2、μk-l を選ぶというのがインプリシットリスタートの使い方になります。今話したのをまとめたのがこれですけども、 μ をシフトとして選ぶと初期ベクトル Q1 のうちで μ に近い固有値に対する固有ベクトル成分が小さくなる。したがってそのシフトは必要でない固有ベクトルの固有値に近い値に選ぶということになります。こういうふうにして欲しい固有値を抽出するって形じゃなくて、むしろ消極的にそのいらない固有値成分を消去するということで、ちょっと間接的なんですけども、より良い初期ベクトルを選ぶという目的のためにインプリシットリスタートを使うことができます。で、今のアルゴリズムをちょっとまとめたのがこれでして、これはそのリスタートの部分だけを抜き出したものです。まずアーノーディ法を使って、こういう K ステップのアーノーディ分解を得るところまでやって、でこれが入力になります。それからその自分の消去したい固有ベクトルに対応する固有値を使って、K-L ステップの QR 法を実行して、そこで得られるこの直行行列を使って、Q とか H のプラスのついたやつを作ってやると。でそれらを使って、新しい L ステップのアーノーディ分解を作ってやる。でこれをベースとしてまたアーノーディ法を行うことで、第 K ステップまでやっていくと、まあ、新しいKステップアーノーディ分解ができるんで、そこでまたシフトを適当に決めていらない成分を消去してやる、
こういったことを繰り返すことで、欲しい成分のみをどんどん残していくことができます。でこのメリットは R&D 分解は常にその K ステップまで進むとリスタートをしますので、必要な記憶領域っていうのはベクトル系本文だけで進むっていうのと、それから直行化っていうのは常に最大系本と行えばいいということで、従来の R&D 法のように演算量がステップごとの演算量が無制限に増えていくことはないというアルゴリズムになっています。で、このアルゴリズムがどのくらい有効かということで、性能評価をしてみたのがこの結果です。でこれはちょっとユーザーとの共同研究なので、図は皆様のスライドにはちょっと載せてないんですけれども、こういう非解動波動のベクトル波のモード解析というふうな問題でして、こういう、電磁波に関する固有値問題になっています。でこれは連立で非対称の固有値問題ということで、かなり形は多少複雑な問題です。で、今R&D 法とそれからインプリシットリスタート R&D メソッドと比較しまして、この IRAM っていう今の手法は ARPAC って呼ばれる、ライブラリに、フリーのライブラリに含まれていますので、ここではそれを使って比較しています。で評価指標としては収束に必要な演算量とそれから固有値の収束状況というのを見てみたいと思います。で収束判定基準として残差ですね、 AX-Xθ、 θ が近似固有値で X が近似固有ベクトル、それを θ で割ったものという相対残差が10-14乗で、行列サイズはそんな大きくないんですけども、13,000元と50,000元ぐらいで、求めたい固有値は30個の場合と100個の場合ということになります。でちょっとこれ見にくいんですけども、まず13,000元で固有値が30個の場合ですね、普通の R&D法でやりますと、30個の求めたい固有値をこういう相対残差で求めるには、クイロフ分空間の次元を930まで増やさないといけないということで、ベクトルの本数として930本格納する領域が必要になります。で、演算量も 26.1GB というふうに、直行化の演算量がどんどん増えていきますので、かなり大きくなると。それに対して、インプリシットリスタートの方を使いますと、次元は50で進むということで、記憶領域としては20分の1ぐらいで、進んでいます。でまた直行化っていうのも前ステップ50以下で進んでますので 7.69GB というふうに演算量もかなり減っているということが分かります。で同様にして大きい5万元の方の問題ですとですね、R&D 法だけを使うと、1600元、クイロフ分空間の次元を1600まで上げないと欲しい固有値全部回らないんですけども、こちらと、60次元で済むということになります。演算量も大きく違うと。で、固有値が100になりますと、13,000元の問題ではこのくらいの差があって、でこっちの大きい方の問題では、クイロフ分空間の次元をいくら上げても、収束しないということになっています。で、制限時間内では収束しないということになっています。でさすがにこっちの IRAM の方も、100個の固有値求めるには、160ぐらいの次元は必要なんですけども、382GB ぐらいで、収束しているということで、このインプリシットリスタートを行うことで、かなり収束性の向上が図られているということが分かります。でこれちょっと見にくくて申し訳ないんですが、固有値の収束がどうなっているかということで、一番絶対値の大きい
固有値 θ1 と、それから30番目の固有値 θ30 の収束状況を表しています。で、まあ、θ1 っていう、まあ、大きい方の固有値に関しては、まあ、両方とも比較的早く収束しているんですけども、30番目の固有値っていうのはこっちの普通のアノーディ法だとなかなか収束しないという状況があります。それに対して iLAM の方では、まあ、30番目の方も、まあ、比較的順調に収束しているということが分かります。で、まあ、こっちは大きい方の問題で、100番目の固有値がアーノーディ法では未収束だったものが iLAM を使うと、まあ、ちゃんと収束しているふうな結果です。で、まあ、こういうふうにしてそのインプリシットリスタートというのが、まあ、有効な基準であるということが分かります。で、この ARPAC ではさっきのパラメーター μ1、μ2 っていうのを自分で選ぶこともできるんですけども、例えば絶対値最大の固有値を求めたいというふうなオプションがあって、そうするとそれに適した μ1、μ2 を選んでくれて、同様にその実部が最大の固有値を求めたいとかそういうオプションもありまして、そうするとまあそれに適した μ1、μ2 を選んでくれる機能もあります。で、以上がアーノーディ法です。で、一方でその対象行列の場合には、まあ、ランチョス法というのが使われるわけですけども、これも前回ランチョス過程というものをご説明しましたので、それをそのまま使うわけです。で、ランチョス法のアイデアはアーノーディ法と同じでして、クイドフ分空間中で実がラッキン法によって、まあ、近似固有値とクイルベクトルを求める。ただし A の対称性を利用して、まあ、ランチョス過程を用いるということになります。まあ、ランチョス過程っていうのはアーノーディ過程を対象行列向けに特化したもので、直前の2つのベクトルに対してだけ直行化すれば実は全てのベクトルに対して直行化したのと同じ結果になるというふうな、まあ、数学的な性質を利用しています。で、アルゴリズムはさっきとほぼ同じで、最初のベクトルを規格化して Q1 を求めて、で、それから K イコール1、2、3に対してベクトルの生成をしたら、それを直前の2本の正規直行ベクトルと直行化して、その結果を正規化するということを繰り返していきます。で、この場合には前回説明しましたようにヘッセンベルグ行列の代わりに、三重対角行列が得られます。で、これは左辺が対称行列だからで、まあ、右辺のヘッセンベルグ行列というのが対称性を持つことになって、まあ、自動的に三重対角になるということになります。それを QK と TK というふうに置きますと、まあ、ヘセベルグ行列の代わりに三重対角を使えばいいだけのことで、アルゴリズムのまとめとしてはまずランチョス過程によって QK と TK を生成する、それから TK に関する小さい固有値問題を解くと。これも小規模なんで JPAC などで解くことができます。あとは、まあ、近似固有値としてラムダを用いて、近似固有ベクトルとして、QKY を採用するということにします。で、まあ、ラムダを実値で、X を実ベクトルと呼ぶ。で、まあ、演算量は、ランチョス過程は、アーノーディ過程と違って、1回あたりの直行が2回で済むので、オーダー KN っていうふうに、まあ、K の1次で済みます。で、固有値問題の解法が、まあ、やっぱり計算上で固有ベクトルの計算がオーダー KN× ベクトル数
で、まあ、ランチョソウは通常、K が N に比べて、小さい領域で使うために、この KN の部分が演算量を占めることが多いです。KN とこっちの近似コイルベクトルの計算ですね。そこが演算量を占めることが多いです。で、まあ、ランチョソウがべき情報の改良になっているわけですけども、どのくらい質素が違うかというと、まあ、こんな風で、まあ、ブルーの方がべき情報で、ピンクの方がランチョソウになっています。で、まあ、ランチョソウ、正解の固有値がまあこの 2.3 いくつなんですけども、まあ、ランチョソウの方が早くその近くに到達しているということが分かります。で、ランチョソウは律がラッキン法なんですけども、律がラッキン原理にも基づいてるんですけども、これは別の見方をすると、さっきの0事象の最大値を求めているということにもなります。つまりその0事象っていうのは、この XTX 分の XTAX ですけど、これを最大化するような X での値が最大固有値ということになります。ですので、クイロフ部分空間中のベクトルについて、これを最大化するような X を求めてやれば、それが最大固有ベクトルの近似になっているというふうに考えることもできます。それを実際にやってみますと、この規定ベクトルを Q1 から QK っていうふうに置いて、X を QKY っていうふうに書いてありますと、まあ、こんなふうになって、で、これは長さ1の y の中で YTY っていうのを最大化するものになっていると。で、ところがこれを最大化する y っていうのは、t の固有ベクトルに他ならないというのが言えまして、その t の固有ベクトルを求めているのがランチョソウなので、まあ、結局ランチョソウっていうのはこの0事象を最大化、クイロフ部分空間の中で最大化するということをしているというふうにも言えます。で、実は中間固有値に関しても、まあ、ちょっと解釈が難しい、面倒ですけども、同じことが言えます。さっきのクーラント・フィッシャーの定理っていう、まあ、中間固有値の特徴付けの定理がありますけども、その定理をクイロフ部分空間の中で適用して、固有値固有ベクトルを近似しているのがランチョソウであるということも言えます。で、まあ、ランチョソウはアーノーリー法と違って、各ステップでの計算量が一定っていうメリットがあるんですけども、実はランチョソウ固有の問題点っていうのがあります。それは丸め誤差の問題です。っていうのは、ランチョス仮定の原理っていうのが、直線の2つの固有ベクトル、あ、直線の2つのベクトルと直交化すれば全部のベクトルと直交化したことになるっていう原理なんですけども、実はそれは数学の定理であって、丸め誤差がある状況では必ずしも成り立たないわけです。で、丸め誤差があると、直線の2つのベクトルと直交化しただけでは必ずしも他のベクトルと直交しないということが起こります。そうしますと、実は偽の固有値とか、そういった本来存在しないはずの固有値が出てくるといった問題が起きます。で、これを解決するには最直交化って言いまして、本来だったら2本しか直交化しなくていいんだけども、やっぱりそれ以外のやつも直交化しよう
ということが、まあ、行われます。これをあの最直効果って言います。ただあのこれをあの全部のベクトルに対してやってしまいますと、あの R2 法と同じになってランチョス法の2点が損なわれてしまうと。でそこでその、まあ、最直効果に関してもいろいろ研究があるんですけども、ベクトルとベクトルの間の直交性をうまく評価してやって、必要な場合だけ直交化を行う選択的直交化っていうものも検討されています、使われています。で、まあ、最直交化を行うと、まあ、ステップ数に応じてステップごとの演算量が増えてきてしまいますので、あのこの場合にはあのやっぱりリスタートを行おうということにもなります。で、まあ、リスタートを行う場合、やっぱりその単にリスタートを行ったんでは、そのせっかくのクイドフ部分空間の情報をほとんど捨ててしまうことになりますので、まあ、うまくそのクイドフ部分空間のベクトルの線形結合を何本か作って、それをちゃんと保存したいというふうな要求があります。で、まあ、ランチョス法の場合にはこれがあのシックリスタートランチョス法、TR ランチョスというふうに呼ばれた方法がありまして、これがあのよく使われています。で実はあのこれはあの数学的にはあのさっきの、ですね、さっきのインプリシットリスタートアーノーディのランチョス版ということもできます。で実はあの QK、Q1、Q2、QK からあの新しく Q1 プラス、Q2 プラス、QL プラスっていうベクトルを選ぶんですけども、まあ、その際にインプリシットリスタートアーノーディで、この三重対角行列の固有値を求めて、でそのうちいらない固有値をシフトに選んだものが実はあのシックリスタートランチョスになっているということで、まあ、あのインプリシットリスタートの、まあ、編集と思ってもいいわけです。で、まあ、これもあのよく使われていまして、まあ、有効な方法です。で、そうですね、であのちょっと性能評価をやった結果をお見せしますと、これはあのマトリックスマーケットっていうところから取ってきた行列で、それほどサイズは大きくないんですけども、まあ、ランチョス法と TR ランチョス、シックリスタートランチョスで評価してみたものです。で、まあ、収束に必要なベクトル本数とか演算量、計算時間、それから収束状況というものを見てみます。で、あのまあこれ問題によってその固有値の密集度合いが違っていまして、密集度合いが小さいもの、あ、0.1 なんかこれが密集が大きくて固有値間隔が小さいものですね。で、大きい1っていうのが密集が少ないものというふうになっています。全体的に見ますと、あのやっぱり固有値30個あるいは100個求めているんですけども、元々のランチョス法っていうのは、問題によって非常にあの必要なクイドフ部分空間の次元が違います。大きいものだとあの350次元まで増やさないと必要な固有ベクトルが求まらないということになりますけども、あのシックリスタートランチョスはあの何回もリスタートをかけながらその都度の不要な固有ベクトル成分というのをどんどん除去していきますので、本数としては大体50本から100本前後で、ほぼ一定するような本数で部分空間の次元数で問題が解けているというのが大きな特徴です。まあ、あの 100円の場合も、まあ、ほぼ同じような傾向で、100円だとまあ大体200次元ぐらいのクイドフ部分空間を取れば、まあ、必要な固有ベクトルはちゃんと近似できているふうな結果です。で、あの固有値の収束に関しては あんまり固有値が密集していない場合には、まあ、TR ランチョスの方が早いですけども、まあ、それほど差がないと。黄色いのがシックリスタートランチョスで、
青いのが普通のランチョスです。でこれは28番目から30番目の固有値の収束状況を示しています。一方で密集固有値がある場合にはTR ランチョスの方が優秀だっていう結果が、得られています。まあ、こんなふうにしてランチョス法も、こういうリスタートというものがかなり有効に効く例になっています。で、まあ、以上で今日の報告を終わりますけれども、今回の講義では、まあ、大規模行列に対する固有値解法として、まあ、非対称行列向けの ID 法と、まあ、対称行列向けのランチョス法というのを説明しました。で、まあ、これらのアルゴリズムでは演算量とか記憶領域の増大あるいは丸め誤差の蓄積っていうのを防ぐためにリスタートが重要なんですけども、そのリスタートをなるべく得られている情報を保存しながら効率的に行う方法としてインプリシットリスタートとかシックリスタートといったものがあります。まあ、シックリスタートっていうのはインプリシットリスタートで特別な値にシフトを選んだものに相当します。それから今回はちょっと紹介できなかったんですけども、中間固有値問題では、こういったものに逆反復法の考え方を組み合わせることもできますけども、あとヤコビ・デビッドソン法っていうのもありまして、まあ、それも問題によっては有効です。で、このインプリシットリスタートのアーノイディとかシックリスタートランチョス、それからヤコビ・デビッドソンに関してはフリーのソースコードっていうのもインターネットからダウンロードすることができますので、もし解きたい問題がありましたら自分で選んで実際に試してみると良いのではないかと思います。まあ、特にこの iLAM の ARPAC っていうソフトウェアは対象用も非対象用も非常によく揃っていますので使ってみる価値はあるかと思います。はい、それでは以上で終わります。